さあ、ゆるりとどの話にいたしましょう。さすがの目利きですな。雪に咲く赤。体は黄泉の国を動かす。案ずるな、今助けろ。敵の新手が姿を現した。サビとなり果てた。しばしの間、太刀がぶつかる鋭い音が止んだ。この敵は退く気など微塵もないようだ。
クロードにと対峙できる敵などいないのだ。生まれてきた。仲間とのつながりを断たれた。闇ガラス。クロードを止める術はない。案ずるな、今助ける。受かるな。敵の息はまだくじけていなかった。イオの分身を破った。イザナミの言い訳。クロードは敵を退けたが、これでしまいではない。敵の新手が姿を現した。
クロードは務めを果たした。鬼がいる。まだ見つかった。あれ、鬼だ。イオの分身は倒れた。次なる敵はクロードが相対したどの相手よりも手ごわい。クロードはふと気づいた。さらなる敵が向かってきている。撃ち死ねろマナカ。諦めんな。今助ける。クロードが満たされることはなかった。
XXIII のマナコ。イオの分身は仲間とのつながりを断たれた。近づくにつれ大地が大きく揺れる。イオの分身は深手を追い消えていった。地獄に落ちろ。力を合わせたクロードと競り合える者などいないのだ。
クロードはしばし息をついた。クロードは次なる敵を一目見るなら、ゆっくりと息を吸った。敵の掩蔽が近づいている。一息つけそうだ。この敵は退く気など微塵もない。
クロードは気を緩めない。迫る戦いにただ備えるのみだ。クロードの戦いはついにその大地を迎える。クロードはついに勝ち時を挙げた。なれどこれはまだ始まりに過ぎない。クロードが残した数々の手柄、その一つをお話ししましょう。